松永智光は日本のプロレスラー。茨城県小賀市出身。スーパークルー、フリーランスを経て、現在は DDT 所属。上勢国際大学卒業。2006年3月4日、スーパークルー新規バファーストリング大会、対日下無人戦にてデビュー。同年、スーパークルーからフリーに転校。この間に DDT にレギュラー参戦し、 中澤・マイケルとヌルヌルブラザーズを結成。2007年、DDT に正式入団。2008年、ヌルヌルブラザーズを解散。その後復活。2009年、アイスリボンに、ニード・テシマと共に、リフェリーとして参加。大阪などの地方大会では、ミスター・ガンノスケに代わって、リングアナウンサーとして帯同する。2010年7月30日、茨城県での廃墟プロレスにて、 自身初となる路上マッチのレフェリングを行う。また、同年9月12日の山梨県でのキャンプ場プロレスでもサブレフェリーを担当。9月8日、新木場大会ユニット再編バトルロイヤルに参戦するも誰からも引き取られずに嫌われ者同士として再び中澤マイケルと組む羽目に。再結成を喜ぶマイケルとは裏腹に嫌がる。 松永だったが後から現れた佐藤光に人気者でなければプロレスできないかと一括され思い直すとともに意気統合嫌われ者ユニットシットハートファウンデーションを結成する2011年7月29日リング内外で起こしてきた悪行がひどすぎるとし鶴宮門 GM から謹慎処分を言い渡され選手活動を停止 ただしアイスリボン等でのレフェリーは継続。10月5日付で、禁止処分解除。以降は、レフェリー活動は休止しており、選手に専念。翌年5月頃に、レフェリー活動再開したが、学生プロレス時代の同志だった、佐藤純一のアイスリボン入社により撤退。2013年10月19日、アイスリボンに、レスラーとして、初参戦。2013年、 柔道征服士国家資格を取得。ヌルヌルブラザーズも復活して、プロレス活動を定期的に行う。2014年よりヌルヌルブラザーズのタック3番勝負として、第1戦で、竹下幸之介遠藤哲也組と対戦し敗北。第2戦は、大阪でザ、ザビックガンズと対戦して、あっさり敗北。第3戦は、高楽園ホールでイブシ、いコー光ーケニーオメガ組と、 後、D タッグで対戦し敗北。6月14日、キング・オブ・ディー・ディティで、ケニー・オメガから1回戦で勝利する、大金星を見せるも2回戦で戦うくどに敗れ、敗退する。2016年4月より、2013年に取得した、柔道征服士国家資格を活かし、旧事務所に開業予定のベストストレッチ、新宿御苑店の併設の、新宿御苑接骨院新宿御苑。 新旧治療院の院長となる2018年6月に閉院。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。スリーカウント松永に関するカテゴリありがとうございます。